おはようございます。朝食の時間です。だいたい、こんぐらい。たぶん2合強炊いたんだね。うん。で、ここへ、卵を落として、保温したんですよ。もうカチカチくなってるで。これにトッピングをしましょう。 もずく33円うんおめ納豆の引き割り55円40円うんしばしば間違う思ってるよえー、っともずくは食べちゃいました33円食べちゃいました卵が1個18円 刻み焼き海苔はいっぱい入れたから20円うんかつぶしがちょっと控えめで15円ぐらいであとはケチャップとお醤油とマヨネーズで5円ぐらいかなほんといくらになるのよくわかりませんでね雨がね昨日からずっと降ってんだ今日も1日で明日あの昨日見た時はね明日の 1> 1時ぐらいまで雨なんだよねそうするとうんもう2時のバスに乗るわけだからダメだなでうん今日明日はさあのお山に草むしり行かれないんだでもこの間今さ水曜日行ったえっと今日何曜日えー、金曜日か。 おとといの水曜日ねまた山芝刈り行ったの月曜日と、えー、水曜日うんで今水曜日の分編集してんだけどさまあ草あんで雨が降ってくれたらうん綺麗になっちゃうなうんこれ金柑がなくなっちゃったからさ ピン700円ぐらいあったかな。うん、これよく聞く。うん。ああ、雨の切れ間にさ、ちょっと行ってこないとな。他のものは買えないよ。うん。あの、確認したらね、4800円弱残ってる。4800円弱残ってんからさ、 ま、あの、まあ、1日300円で今日えー、と何日今日は10月4日じゃんほんとあと10日でいいわけじゃん1日300円なら3000円じゃん1日400円で4000円じゃん置いたら十分あのー、10月の年金までやっていけるわけよ400円ならなんとかいくじゃんところがさ もしばかりをどんどんいかないとさうん俺暑いのはさあのヒファフ言っちゃうけどもうまあなんとかなるんだよところがさ寒いのはさまたあの痛いのが始まるじゃん,うーん最低気温が20度切ってくんともう危ねえんだよ ほんと年内まあ10月10月の20日ぐらいからさ秋の土曜が始まっちゃうじゃんほ、うんとだから10月20日までの間に行ける日はさなるべ行かないとねうんで最悪の場合はさご飯の70円朝と晩さ食べてたら140円じゃん 1,400円じゃん 1, 4, 1, 円で生き延びられるわけよ。だけど山はあ、ねとにかく行けるだけ行かないとねうんあ。そんなこんなの今日このごろの独居老人義はないでした。でね立ち枯れしてんのがねあ,あの2本あるんだよね。 で、太いんだまたそれが6 0ンチぐらいあのでもね上の方はみんな落ち落ち,ちゃってんから高さがね2 0ルぐらいでああ運よく倒れれば敷地内に倒せられると思うんだよね、まあ、無理だと思う6 0ンチやんからね直径がでもう一本はね3 0ンチぐらいだからそっちはなんとか。 倒せるかなと思うんだけどね。うん、もう立ち枯れじゃなくてね。あの。根は効いてるみたいなんだけど。うん、斜めになってんのなんだよね。だ、それは？うん、斧持ってってさ。斜めになってんのはそっちに側にしか倒れねえじゃん。反対側には倒れないじゃん。だそれは斧で。切っちゃうかなと思ってんだよね。 だけどあの6 0ンチの立ち枯れはさー困ったなーって感じでもう一本直径4 5ンチないぐらいそれもなんとかね立ち枯れうーん3 5ンチぐらいかななんとか敷地内に倒せそうな気もするんだけどねそれはどっち倒れるかわかんないんだ まっすぐな杉じゃなくてさ曲がってんだよね曲がってるなりに芯はちょっとお隣の方を向いてるような感じだからこれは紐で引っ張ってそっちの方へ倒す感じでやんないとダメかなーって感じうんじさ俺は冬でも汗かくんだよそうするとさ冷えんじゃん 冷えが一番ダメだから、ね、うんまあ年内でできんのあと3日か4日かもしんないなーって感じそんなことはないと思うけどねうんほんとさ汗かくとさ冷えんじゃん夏はさ冷えて涼しいなーで帰ってこれんけど冬はさ着替え持ってかなきゃなんないじゃんシャツびっしょりになんとかあもう買ってうん

で、昨日食べたのもこっからじゃん。そのあと後、今日のお昼と夜食べれんね。で、まだ多分残るかな。うん。いただきます。幅ナイスで。<laughs> 11分3秒、4秒、5秒。ぎ、はナイルでした。金管に行くのかなんかな